どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。やってきましたワンピース音おたげついに来ましたよ。音おたげ見ていきたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。はい、音をたげ見させていただきました。最高でした。ありがとうございます。最高です。何回泣いたか。まず、ウィアで泣くってことあるんですね。いや、そうなんですよ。あります。来るでしょ、やっぱり。来ました。来るでしょ。半端なかったんです、あれ。そうだろうな。これはもうね、あとね、ゾロの。あ、ゾロの。どういう表現って、あれの楽器なんですか、あれは。あれは楽器もありますけど、はい、いろんな楽器じゃないものもあります。金属片みたいなものとか、はい、あとあんまり言えないですけど、こう、ね、皆さんが普段目にしてるようないろんなものとかを楽器にしてね、はい、キンキンって。そうなんですよ。あの刺されるところの音とかもね、ちょっと注目してほしいよね。ズーのとこ、あれもなんですか。あ、どうあ、いらっしゃいただいた。どうぞどうぞどうぞ。せっかくなんで、ちょっと皆さん自己紹介いただいてもいいですか。はい、はい、こちらから、じゃあすいません。はい、ロロノアゾロ役の福地高光です。ありがとうございます。どうぞ。ヒグマミホーク役の宇野徹です。お願いします。ありがとうございます。トロフィー役の川口しらぶです。かわいいよ。サンジ役の高沢翔太です。よろしくお願いします。ありがとうございます。波役の大北美咲です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、さっきも伝えたんですけど、最高でした。ありがとうございます。リハの時も一回だけあのミーアーとあれだけちょろっと見させていただいた。そうか、ニューワールドと。そうです、そうです。うん、で、皆さんがその、もうキャラに完全になってたんで、あの時でも段違い。あの時ね、もうリハーサルの照明もなければね。そうなんです。いや、もうさらちだったし、さらちだったし、さらちだったし、稽古着で。いや、そう、稽古着だったし。もう言いたいことがありすぎてちょっとまとまんなくなっちゃったんですけど、まとめて、まとめて、まとめます。まとめますとにかく最高でしたっていうのと、あと、半分ね、今ちょうど僕終わった時にね、見させていただいたんですけど、あと半分なんですけども、どうですか、半分終わってみて今の心境は。なんか、やっぱりその SNS とかでも、お客さんのその口コミでどんどんお客さんの熱も上がってきてて、どんどんリピーターの方も増えてるし、お客さんも盛り上がりのポイントを分かってきてるので、結構ね、日に日にお客さんのうわーっていう熱狂ぶりが高まってきて、僕らもやりながらすごいパワーをもらってます。噛み締めて、僕も1回でなんか足んない足んないっていう。いや、これは本当ちょっとあと何回か来ないと、ちょっとなんかまだまだ物足んないです。僕も1回じゃ本当目が1つで足りないって結構言われます。そう、こっちでなんかね、ルフィとかやってんだけど、ここら辺でまた別の人がやってるから、おい、待って、楽しいとこいっぱいあるみたいな。これは本当に何回も見た方がいいですね。今日まだ1回目ですか。1回目です。あと何回、あと何回、そうしてるでしょ。そうしてる。いや、もう本当にもう一番思ってる、それ一番思ってる。あと何回、いや、あと何回か、スケジュール開けれる限りちょっとあと何回か来たいです。言いたいこと言っちゃいますね、今もう。でも盾もすごかったしね、ミホークとゾロの盾もすごかったし、バトンが、もちろんナミさんもそう、すごかった。そう、バトン、え、もともとバトンをやられてる方なんですもんね、その。はい、そうです。バトン見て。すいません、私は。私も、私も。まだ見てない人はね。あ、そうだ。まだ見てない人は、あれだ。あれだから。ちょっと、彼女はバトン世界を取ってる人ですよ。世界を取ってる方。すごい、6回世界、6回、すごい、6回世界一になってる。いや、それあんだけのバトンができる。あ、はい、いらしていただいた。あ、遅れました。スシャンが、遅れました。スシャンが来ました。じゃあ自己紹介いただきました。あ、どうぞどうぞ、こちら来ていただいて、シャンクスをやらせていただきました、村瀬文則です。よろしくお願いします。私、オリジナルキャラのクラッパーと、アーロンとバギーをやらせていただきました、田中優です。よろしくお願いします。何やってるんですか、これ。すごい、いや、すごかったです。もう本当に、もう今伝え終わっちゃったんですけど、最高でした。いや、よかった。もう一回1キャラやり直してもいいですか。そうですね、ちょっともう一回1台からやり直してもいいぐらいですね。やっぱここの2人のね、やっぱ初めのシーンとかもやっぱ良かった。いや、もうまずね、もう泣きました、あそこ。そうですよね。あそこはやっぱりもう、どうやられたら泣くわ、あれは。あれは泣く。ワンピースワンで絶対泣きます、あれは。
いや、それもうシャンクスでしょ、最初のあのこの笑ってる感じよ、なんかおちょくってるとことかとかも、もう完全にシャンクスでしょ。本当にもう多分次見るとき、もう一回見てほしいんですけど、はい、もうシャンクスの村瀬くんのね、はい、本当にシャンクスの漫画のコマのシャンクスの形まんまをね、再現度がすごいんですよ。いや、体勢とか角度とかそこめちゃこだわって作られてる。これすごいですよ。すごい、なんか言いなさいよ。これすごいんだ。楽屋で、うん、あのビデオとか見て、うん、なんか帽子渡すと結構もう空中椅子ぐらいやなと思って研究して研究されて、いや、それが合ってるだから、うん、みんなその涙ですよ、あそこのシーンで。みんながうわー泣きますから。あ、来た来たぞ。どうもどうもどうも、ルフィ役の松浦つかせです。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。いや、本当に僕は何回も、ね、言いますけど、最高でした。イエーイ。いや、もう本当にルフィ、本当にルフィやった、嬉しい、ありがとうございます。皆さん、本当にそのキャラクターが完全に投影されてて、うん、そのキャラにしかも本当に見えなかったですよ。マジで、俺やっぱすごいなと思ったら、ゴムゴムの斧とかをあそこでどう表現してると、うわーとか思って、あれ、落ちないんですか。ちょうど最初何も言われず、その何も決まってなかったんで、僕ずっと本当にずっとこうやってたんですよ。これじゃ迫力出えへんなっていうので、なるほど、そこに走りかけて足を広げてやるっていうのに変えて、途中からアクロバティックもこんなして、こんなしてゴムゴムのドーンって、あれはもうゾワゾワ。うわ、嬉しい。すごい、やだよ。嬉しい。この前とスーナーの見てるね。ありがとうございます。あのね、チビルフィのね、ゴムゴムのピストルがこうなっちゃうところ。ああ、もう原作通りです、本当に。ちゃんとそれがやられてて、まあでも3時のアクロバティックももう、あれだよ、もう、うわーって見るたびに、もう、3時やる、あの、パーティーテーブルキックコースみたいなの、パパパパパみたいなのも、再現されてるんですよ。嬉しい。そう、だから役者の方々も、本当に忠実に再現されてて、本当に原作ファンはたまらない要素がたくさんありました。もう本当興奮しました。もう本当に最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきね、半分終わった感想をいただいたんで、じゃあちょっとせっかくなんで、はい、来てくださった人、結構ワンピース好きな方いらっしゃるんで、はい、まあ、ちょっと音だけの、そうですね、あのメッセージいただければ。これすぐ配信される感じですか？あ、そうですね、できるだけ、はい、僕編集と、はい、そうですね、ワンピース の、 もう全ての始まりのイーストブルーということで、今、日本でもいろいろなその舞台とかショーとかあると思うんですけど、うん、今、多分このイーストブルー編は本当にこのワンピース音うだけで、うん、本当にワンピース大好きな人たちには本当にたまらない、作品になっていると思うので、ぜひ皆さん、このワンピース音うだけ見に来てください。待ってます。イエーイ。一ついいですか？はい、どうぞどうぞ。ウソップがいない。そうなの。ウソップは、ウソップ、ウソップ今あれが大変だ。あれが大変だ。ちょっとじゃあウソップは貼っときます、画像じゃ。卒業写真みたいに休んでるみたいな。はい、というわけで、弟だけ最高に楽しませていただきました、はい、ぜひ皆さん、詳細概要欄貼っておくので、マジで見た方がいいです、これは。お願いします。もうこの立場からか、もう多分役所の方々からも見ても絶対見た方がいいと思うんで、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。見てねー、見てねー、見てねー。またねー、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 またねー。はい、弟だけ行ってきました。ちょっとね、ケイさんはね、別件があって今いないんですけど、僕一人でちょっと感想を取りたいと思います。ちょっともう最初に言いますよ、これ絶対見た方がいい。マジで最高でした。ワンピースファンの方はこれ多分見ないとマジで損だと思う。まあ、正直ね、わかんなかったじゃないですか、今まで。まあ、僕も動画ね、リハーサル撮らせていただきましたけど、そういうのがなければわかんなかったじゃないですか。ちょっとわかったつもりで言いました。で、その状態で行きました。もう期待余裕で超えてきました、これ。マジで見た方がいい。本当に最高でした。ちょ、何回泣いたかはまず分かんないです。とにかくずっと興奮してた。ちょっとまあ細かくね、ネタバレになっちゃうかもしれないんで、ネタバレ嫌だった方はぜひね、弟だけ見てからこの動画見てください。ちょっとね、話させていただきますけど、まずこちら、パンフレット、ババーン。このパンフレットマジでかっこよくないですか？ワンピース、音、宴。で、これ後ろね、このルフィがここあんの。シルエットそのままここに載ってるんですよ。超かっこいい、これ。いや、これにね、その小田さんのメッセージだとか、俳優さんとかね、そのアクターの人たちの情報とかいろいろ書いてあるんですけど、でまずイーストブル編のストーリーとかいろいろ書いてあって、いやもう最初のウィーヤ泣きますよ。ウィーヤで泣くってことわかんないですよね。
もう言ってください、ウィーアーで鳥肌が立ってもうゾワってなってもうなんかうるるってくるんですよ、あの迫力、これは本当にすごい。でも本当に最初があのルフィのね幼少期という第1話ですよ、第1話、あのシャンクスとルフィの話のところで、もうこれを預けられたら、これを預けられたら、ただただアニメで見るわけでもなく、ただただその俳優の方々見るだけでもなく、それに合った音楽を生でやっぱ聴けるって、その生の音楽のパワーってこんなにすごいんだなって本当に感じました。あと名シーンをねもういろいろやってくれるんですよ。でその中でねちょっとヤバかったのがゾロとミホークのあの戦いのシーンで、なんか音宴ってさ、要は音わーわーみたいな、ウィアタッタタタタタタみたいな、なんかずっと続くと思うじゃないですか。逆でめちゃくちゃ盛り上がる曲もあればもうシーンとしてるんだよ。ゾロとミホークの戦いをずっと見てるみたいな。で武器の音とかが楽器の音なんですよ。これ何言ってるか分かんないじゃん多分。これ見て、これ見た人はもうマジで分かる、これなんかキーンみたいなのを楽器でやるんですよ。なんか何使ってるかちょっとあんま分かんないんですけど、なんか特殊な楽器みたいに使ってキーンカイカイプシューンとか言ってやるので、それがシーンと静かなあの戦いの雰囲気の中、その音を一個一個が響いて息を飲んじゃうの、ゾロとミホクの戦いで。最後ズバーでやられてもうガーガーガーいってくる。もうあれは見てほしい、もう見てほしい。いやあともう後半とかもね、あのナミの名シーンとかね、アーロン編の、いやーもうこれちょっと言い出したらキリがないですけど、でね、あのイーストブルー編だったから、そのイーストブルーの音楽だけかなと思ったんですけど、意外と新しいところの音楽もあって、あの三兄弟の時のあの階層の音楽、それフルートとかで表現されてて、もうそこでも泣いた。映像もちょっと出るんで、それも見つつの音楽だから、シェアズワールドとかファイトトギャザーとかね、いろいろ新しい歌、あとウィーゴも出るし、でね、なんか子供ルフィとその大人ルフィに移ってくみたいな演出があるんですよ。もうなんかそこがもうゾワゾワってきて、そこも泣いちゃった、ね、ルフィの成長を、そのサボたちのこととかね、エースとかのことを思いながらっていうのを生の音で聞きながらで、もう感激して泣きました、そこも。で多分これね、マニアな人ほど本当に気づくポイントが多分多すぎて、もう一回じゃ足んないと思いました。例えば最初のシャンクスとかも、あのガーって笑うじゃないですか、ちょっと僕が表現下手なんで今できないけど、本当1話のあの感じ、ルフィを笑ってる感じが、あの漫画のコマってそのまま表現しているんですよ。ルフィもちっちゃい時のルフィも、あのここブサって刺す時とかのも、もうね、なんか漫画をねすごい研究されてると思った、アクターの方々が。でその迫力、アクターの方々の迫力でそれあったのが、みんなもう踊りも何演技もアクロバティックもすごいんですよ。でナミさんの方はバトンで世界チャンピオンの人らしいんですよ。でバトンがもう普通にすげえの、バトンがシューンって投げて、もうどう何をどのようにそうキャッチできるのみたいな、普通にパフォーマンスとしてすごくて、ワンピースとしてももちろん再現度がすごいし、そのアクターの方々のパフォーマンス、サンジなんてくる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 、バク宙バク転で足スン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 みたいな、どうやってやってんの、サンジじゃん、サンジじゃんそれみたいな。でナミさん見た時のあのメロリもう完全に3時アニメを見てるみたいな、それぐらいのね再現度が高かったです。ウソップのね音に合わせてのダンスとかもなんかすごい、ルフィもねダンスして、普通にパフォーマンスとしてもめちゃくちゃすごかったです。ゾロの刀の盾もそうだし、ミホークのブンブンとかもそうだし、とにかくもうすごかった。ちょっとこれもう言い出し、もう喋り出しちゃったらこれ永遠に喋れちゃう。で僕もね、その吹奏楽とか詳しくないんでわかんないですけど、音楽ももうすんごいよ。よくあんな動きながら、あれがさ横の人に当たらずにこんなしながら、すげえ迫力ある音を演奏できるなっていう、その辺もうまさにもうプロ集団って感じましたね。これはすごい、そんな感じでございました。いや本当にすごかった、これはマジで見てほしいな。これちょっと悩んでる人は絶対行った方がいい、悩んでるなら絶対行った方がいいですよ。ちょっと確かにチケット代はね結構するじゃないですか、うわどうしようって確かになる気持ちも分かるんですけど、これは全然価値あると思います。むしろちょっと安いぐらいだと思う俺、これはマジでおすすめです。はい、ちょっと感想そんな感じでございました。ちょっと長くなっちゃってごめんなさい、熱が止まない。でちょっとね、あのせっかくなんで、まあ、買ってきたものをね紹介したいと思います。まあこれ、あのまずパンフレットですね、こちら。これはね持っといた方がいいと思うのは、結構すごい仕様もなんていうの、ザラザラまでいかないんですけど重みがある感じで、中は結構カラフルだったり、ちょっとあんま見せられないんですけど、あのアクターの方々の写真とかね、麦わらの一味の写真だとか、ミュージシャンの方々一人一人のその何を担当されてる方とか全部載ってます。マジでビビったのがね、一人二役とかやってる方もいるんですよ。ミホーク役の方もそうですし、あとアーロンとバギーと、あとオリジナルキャラのクラッパーってキャラがいたんですけど、あの別に全部で出てこないね、その会場を盛り上げるあの MC 役としていらっしゃったんですけど、同じ人なんすかみたいな、いや才能ありすぎでしょ、全員マジで才能ありすぎと。あと後半はね、演出家の金谷さんと、あと音楽監督の田中さんのその対談だとか、いやこれちょっとまだね僕読み込めてないんで、この後読み込みます。あとリハのところのね写真だとか、僕がね見させていただいた場所でのリハとかね、いやとにかくすごかったな。いや完全にルフィたちだってか、完全に麦わらの一味だった、全員完全にそのキャラクターだった、再現度高すぎ。はい、そんな感じですね、これはパンフレットです。でこれ僕買ったの T シャツ、
これ良くない？普通に可愛い。音宴って書いてあって、でメリーゴが書いてあるんですよ。まあイーストブルーなんで、あのメリーゴですね。ここ下の方はワンピースエピソードオブイーストブルーって書いてある。で音宴だからこの音符とかがねこう書いてあって、で他にはね黒のやつもあった。黒はデザインまた違いました。このデザインとはまた別。ホームページにね一応あのデザイン載ってます。黒はねまた別のデザインでした。ちょっと悩んだんだけどね、いや黒もねかっこよかったんだけど、ちょっと悩んだけど白にしました。僕これは M サイズです。僕164センチで M サイズ、まあ普通に着れるサイズですね。でいろいろあったからね悩んだんですけど、僕はこれを買いました。何買ったかと言いますと、ザベーンこれ何でしょう、これ何でしょう、これちょっと使ってみますね。これはエッグシェイカーです。いや楽器ですね。これシャカ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 ってやる、これもね買っちゃった。もうせっかくねその音宴ってイベントでやっぱ音がメインじゃないですか。だからその音をメインで売ってるのがまあこれだったんで、これ買っちゃいました。しかもこれ1個ね600円で意外と安くて、あもう買おうと思って2個買いましたなんかこれ欲しいってなって、であのアクターの方々もね言ってたんですけど、演奏中とかね曲によってはこれぜひ使ってくださいって言ったんで、ちょっと2回目3回目行くときこれでこうこうやってやろうかなと思って、で結構もうね持ってねやられてる方いたんですよ。多分2回目3回目の方々か分かんないですけど、いやこれいいなぁ。材質は木ですね。本当にあの木の中にこのシャカシャカしたのが入ってて、で音宴って入ってる、で麦わらのこの一味のマーク、ルフィのマーク入ってる。他はデザインないかな、普通にこういう感じ。何に使うか分かんないです日常生活で。そうです、テンション上がった時こうやってこうやってやるようでは使えるんで、まあ安かったからねこれはちょっと買っちゃった。でちょっとね他にもねマジでトートバッグとかめちゃくちゃ可愛いんで、これ買おうかなとか思ったんだけど、ちょっと悩んだ挙句ね、とりあえず今回これ買いました。以上ですね、今回買ったのはこれ T シャツとこれと、あとパンフレットですね。これいやーもうこれちょっと本当に1回じゃ足んない、マジで1回じゃ足んない。ちょっとまたちょっとねタイミングずっと作ってこれは行きます僕。でですねあの途中でなんと撮影 OK の場所がありまして、撮影 OK で Wii は撮ったんで、ちょっとねでも携帯で撮ったんでちょっと悔しい、ちょっとね音質が下がっちゃうのすごい悔しいんですけど、まあちょっとだけあの Wii やってたよって感じでこれ流します。こんな感じです。悔しいですけどね、音質が一応まあ OK だったんで携帯でね撮影が、いや本当にすごかったな。はい、そんな感じでございました。ちょっと長くなりましたけど最後見ていただき本当にありがとうございます。まあこれで一人でもね俺これ見て行ったって人がいたら俺超嬉しいっすよ。これは本当にもう布教したい音宴、これ本当にすごい、マジでおすすめなんで、悩んでる方は絶対行った方がいいと思います。もうあの9月の2日で終わっちゃうんで、悩んでる間多分終わっちゃうでしょ。だってこれは本当にワンピースファンとしておすすめなんで、ぜひ行ったよって方ちょっと言ってください。あのそうすると僕すごい喜びます。あのこの動画見てとかあの言っていただけたら本当に喜ぶんで、ぜひお願いします。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いしまーす。あーしゃぶたしょー、またねー。これをマジでおすすめです。ぜひ行ってください。